アイテム番号 SCP-602JP。 オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-602JP は一般的人型収容室に収容してください。SCP-602JP-1 への変異基準が不明であるため、対象への人間の接触は最低限にとどめ、食事、身の回りの世話は自動で行われるようにしてください。また、報告書を通じた SCP-602JP-1 への変異を予防するため、報告書に記載される情報は最小限にとどめ、会話ログや実験記録などの SCP-602JP 自体に対して読者が好意的に受け取る可能性のある文章は全て非公開に設定してください。SCP-602JP を対象とする実験は、その異常性が周囲に及ぼす影響から現在基本的に禁止されています。SCP-602JP の収容に関わる職員はその身元を事前に調査し、SCP-602JP-1 に変異する可能性のない職員を充当してください。収容担当職員は2週間に一度財団のカウンセラーによるカウンセリングを受講し、SCP-602JP に精神的影響を受けていないことを確かめてください。説明 SCP-602JP は身長 1.39 メートルの2000年の収容以来外見的20代前半の見た目を保っている女性です。いくつかの事例から、SCP-602JP の異常性の影響を受ける条件が推測されています。一人以上の存命の6親等以内の親族を持つこと。彼女に対して一定以上の親近感、好意を抱くこと。これらの条件を満たす人物に対し、彼女は無差別にその異常性を発現させると推測されています。かっこいいか。この人間を SCP-602JP-1 と記述括弧閉じ。人間が SCP-602JP-1 に変異する基準は明確には判明しておらず、その異常性から D クラスを用いた実験も禁止されています。SCP-602JP-1 に変異した人間は、遅くとも3ヶ月以内に、6親等以内の親族の1人以上の死を経験します。それから1ヶ月以内に、対象は別の6親等の親族を、他殺、病死、事故死などで失い。財団に記録されている限り最長の例でも SCP-602JP-1 に変異してから1年以内には SCP-602JP-1 のすべて、の6親等の親族は死亡します。対象の6親等以内の親族が全て死亡するまでの期間、SCP-602JP-1 への自殺を含む殺害の試みは全て機械の故障や偶発的な事象、事故によって失敗しています。6親等以内の親族が全て死亡している SCP-602JP-1 についてはその限りではなく、通常通り処分可能です。SCP-602JP は、2000年月日にサイト8151内部に突如出現し、財団のエージェントに確保されました。彼女の右内ももに記された姿勢から、彼女はサイップである可能性を考慮され、収容されました。事件、602JP-1SCP-602JP が収容されてから最初に発生した事件です。収容から日後、彼女に食事を産んでいた研究員、SCP-602JP が突然話しかけました。すぐさま別室で監視に当たっていた収容担当職員が研究員へ会話を止めるよう命じましたが、研究員はそのまま対象と会話を行い、67時間後、財団に勤務していた研究員の姉が実験中の事故で負傷。翌日、財団の医療施設に定期を引き取りました。さらに3週間後、自宅で就寝中であった研究員の祖父母が侵入した強盗に殺害されました。この時点で研究員は SCP-602JP の異常性の影響を受けたと推測され、確保されました。8ヶ月後、研究員は収容室内で自らの舌を噛み切って自殺しています。この事件から SCP-602JP の異常性が推測され、現在の収容プロトコルが確立されました。SCP-602JP 身体検査記録非公開。インタビューログ602JP2000年08月日非公開。インタビューログ602JP2000年01月日非公開。SCP-602JP 会話ログ2000年12月日非公開。インタビューログ602JP2000年02月日非公開。事件 602JP2000年03月日 SCP-602JP の監視に当たっていた職員の一人が SCP-602JP を無許可で収容室から連れ出しました。
職員は SCP-620-P に洗脳された可能性を考慮され、クラス E 記憶処理を受けた後 D クラスとして再雇用されました。この事件を受け、SCP-620-P の収容担当職員に定期的に心理検査を受けさせる必要性が提言され、収容プロトコルが変更されました。インタビューログ 620P2000 年05月日非公開。インタビューログ 620P2000 年06月日非公開。SCP-620-P 会話ログ2000年08月日非公開。事件 620P2000 年08月日先の 620P 会話ログ2000年08月日から35時間後。SCP-620-P の収容担当職員が非直属の上級クラス職員に対し、SCP-620-P のセーフクラス格下げを直訴。対象の異常性からオブジェクトに対しての監査は行われず、申請書もさらに上に持ち込まれることはなく処分、担当職員は記憶処理の後別の SCP の収容任務に充てられた。しかしながら、その3ヶ月後、県の上級クラス職員の娘と妻が自宅でガス爆発により死亡。上級クラス職員は SCP-620-P-1 として認定された。この事件から SCP-620-P の極めて悪質な異常性が危険視され、以下、収容担当職員を含むあらゆる職員との SCP-620-P の会話は禁じられました。ほい、SCP-620-P の執筆した文書1非公開。ほい、SCP-620-P の執筆した文書45非公開。収容作戦 620P 保有。ほい、あ、彼女の右内ももには、以下の姿勢が記されていました。おっと、グンダーテインメント博士の日本進出記念版コレクションの水を見つけたみたいだね、君の、水。君の大事な人を、は君の最高の恋人になるだろう、彼女と二人っきりのロマンチックな初恋が素敵なものになりますように、水。君の大事な人をと一緒に二人っきりの幸せな時間を過ごしちゃえ。1ミスター、おやすみかっこ発売未定かっこ閉じ。2ミスター、顔だらけかっこ発売未定かっこ閉じ。3ミスター、ズブズブかっこ発売中かっこ閉じ。4ミスター、暗闇かっこ発売未定かっこ閉じ。5ミスター、忍者かっこ発売未定かっこ閉じ。6ミス、君の大事な人をかっこ本性一品かっこ閉じ。7ミスター、引き裂かれるかっこ発売未定かっこ閉じ。8、判別不能。9、判別不能。10、判別不能。日本国内にて、グンダーテインメント博士の正しき正義品の悪質なる維持品が多数出回っているとの報告を受けています。お客様各位におかれましては、そのような製品に十分ご注意ください。ほい、異収容から、か月後、別サイトにて収容されていた SCP-97JP の右腕に、新たな姿勢が刻印されているのが確認されました。姿勢は96時間後に自然に消滅しました。お詫びとお知らせ、先日、日本国内にてワンダーテインメント博士の製品、水、君の大事な人を、に対し、悪質な業者による粗悪なる維持品の販売が確認されました。つきましては混乱を避けるため、現在販売済みの、水、君の大事な人を、一時的に回収させていただきますのでどうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。削除済み、宮柳研究員 SCP-620-P 収容担当職員閉じ。